こんにちは、デモです。パープルアプリやっていきます。今回は、始まりましたね、チャレンジスタジアム。早速やっていきたいと思います。で、僕はまだ1試合もやっていません。遊び方もよくわかっていません。簡単におさらいしましょう。その1、その2、その3と。で、今はこのその1、ガチャから、イベキャラですね。ボーナスキー選手を育成しやすいイベキャラを手に入れて、サクセスで選手を作っていきましょう。で、その2、まあ、こういう特の基礎能力をつけましょうが終わり、ここからですね、ボーナス付き選手を専用オーダーに入れて試合しようと。から、盗塁やヒットで、ポイントがポイ。で、連勝ボーナスもスコアアップというところですね。なので、まあ、試合して、盗塁して、ヒット打って勝てば OK という理解で間違いないと思います。で、イベントオーダーはほとんど、通常オーダーと変わってないですね。で、ちょっと待ってください。一人だけ作ったんだよな。こいつか。で、この子が、結構高いパーセンテージあるので入れて、あとはほぼ通常オーダーです。ちょっと今回は作る時間もほとんどなかったので、累計撤退狙い。簡単に遊びに行きますという感じですね。さあ、行きましょうか。で、これいいのかな。とにかくヒット、盗塁、勝利。これですね。お待たせいたしました。さあ、行きましょう。3回の裏、3点を追いかけます。高校チーム、攻撃に入ります。ヒットでいいんだ。先頭バッターは2投、ヒット !2 投、ヒットを放ちました。で、バッターは8番、諸岡。第9、1塁ランナー出た。ボールを2塁へ送った。盗塁成功。ランナーが2塁。投球これから2球目。ボールを3塁へ送った。判定はアウト。第3球を投げました。メンバーが足りてないですね、3投するには。相手キャッチャーの方もですね。高校チーム本展開で迎える5回です。3投きつい。ノーアウトランナー1塁という場面で篠崎、これは楽々セーフ。2投は楽々いきます。投球これから2球目。キャッチャー3塁へ投球、盗塁成功。高校チーム第3球を投げました。ボールはライナーで宇宙間へ、ライト前へ。うん、まあこれが目指す形ですね。盗塁3投までやって本領生還させると。9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で2投、キャッチャー二塁へ送球、うん、これは悠々セーフ。盗塁先行チーム、外野は浅めの守備を取ります。三塁送球はどうだ、盗塁成功。高校チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。左投げ、ちょっと先行チーム、ここで前進守備を敷きます。第4球を投げました。されるストレートはボール。第5球投げました、ボール。次は6球目投げました、ここは歩かされます。さよならしてるから。バッターは8番、諸岡。第9投げた、直球見送ってストライク。いきなり150キロ、ランナースタートを切った。来ないですね。2塁はセーフ。高校チーム大事な場面で盗塁を決めました。さよならか、さよなら。で、勝てましたと。ちょっと盗塁フィーバーは全く見れませんでしたね、勝てましたが。で、1試合で本塁生還ポイント6。うん、ちょっと別のチームで下の方か。うん、どんな感じでしょうね。盗塁フィーバーが分かんないですよ。何ポイント貯めればいいんだろう。3回の裏、4点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。この回のまずい、2塁打にしてしまった。バッターランナー2塁でストップ。2投ツーベース。バッターは8番、諸岡。第9、2投スタート。キャッチャー3塁送球、間に合うか。うん、これでランナーが、あっと、いったー。できなくて、いやホームランダメですね。7回の裏、トップバッターは亀田。ここまで2打席連続三振、レフト前ヒット、クリーンヒットです。亀田ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。1塁ランナー走った。2塁送球はどうだ、これは楽々セーフ。次の投球、投げた、ナイスヒット、クリーンヒット、ツーベース。亀田、三塁回った。オッケーですね。大成功。縮めました。
うん、勝利。高校チーム2点差で逃げ切りました。勝利投手は角田。で、連勝ボーナスがつくみたいですね。次の試合までボーナス 30% アップと。はい、ということで次の試合いきますか。なんとか盗塁フィーバーを発動させたいですね。8ポイント。次の試合くらいには使えるかもしれないですね。お待たせいたしました。ノーアウトランナー一塁という場面で花岡第9。しかも相手の方、キャッチャーリリース送球間に合うか。これは悠々セーブ。第2球走った、投げたボールを3名に送った、盗塁成功。ランナー第3球を投げた、うん、完璧。ライト前クリーンヒット。高校チームまずは1点先制。1対0。高校チームやっぱ次の試合からですね。フィーバーノーアウトランナー1塁という場面、すごい。カビ最初のバッターボックスはセカンド。第2球2塁ランナー出した。半端ないって感じです。送球、うわー、タッチアウト。5球は3球目。いや、S とかで固めてないからな。ライナー破った、タベイヒットを放ちました。今特攻作った方がいいですね。早部君だけなんだ。7回の裏、この回の先頭バッターは2投。今日はピッチャーライナーと三振。投球これから2球目。マリンボール見送ってボール。カウントは2ボール。投げました、ナイスヒット。ライナー、これはヒットになります。2投ヒットを放ちました。初安打。バッターは8番諸岡。今日3打席目、第9、ね、結構気持ちストライク、ストレート多いのでなかなか3投が決まらんですね。2塁ランナースタート、3塁送球はどうだ、盗塁成功。高校チームライク、ここで前進守備をします。クリーンヒット。高校チーム1点入りました。4対0。諸岡1塁回って2塁へ。うん、なんとか勝てましたね。ご覧のようオーダーこれでいいのかな、というか。はい、で、盗塁フィーバーも発動ですと。で、ちょっと待ってください。これ、もうちょっとマシな組めるんじゃない。セカンドリカー 24% あるぞ。ショート、うん、ショートもこっちの方が高いから。ファースト、ちょっと総入れ替えかな。ほんでセカンドもあるかな。14、セカンドはいなさそうかな。うん、セカンドはまあしゃーないかなという感じですね。で、キャッチャーは一応サード、いいか、これで。さあ、行きましょうか。盗塁フィーバーどんなもんか見に行きましょう。お待たせいたしました。チーム伊賀上野と対戦。高校チーム先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で花岡。ああ、これ成功するのは投げてもネクストバッターサークルには壁井。クリーンヒット。高校チーム先手を取りました。1対0。高校チームリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、あ、投げてこなくなるんですね。最初のバッターボックスはしたら絶対成功する。第2球ランナー走った。キャッチャーここは投げてきません。ランナーが3塁に進んでいます。これはボールはライナーに宇宙間へ。高校チーム1点入りました。3対0。これやべえな。高校チーム追加点のチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で、うん、いらないっす。今日はセンターフライとファーストゴロ。高校チーム大事な場面で盗塁を決めました。よし、高校チーム1点入りました。5対1。これずっとフィーバーしようけとした。高校チームリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で綾部。キャッチャーここは投げません。ランナーが1つ先の塁に進んでいます。うん、これ楽ですね。キャッチャーここは投げてきません。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。本当にセンター前クリーンヒット。試合したもん勝ちって感じですね、このイベント。オッケー、うん、
うん、この盗塁フィーバーちょっと恐ろしい効力ありますね。盗塁フィーバー発動、一生発動するな、これやめ時が分からないですね。最後1試合やって締めましょうか。お待たせいたしました。高校チーム追う展開で迎える1回、もう多分成功するわけですね。ノーアウトランナー1塁という場面で、うん、花岡キャッチャーここは投げません。ランナーが2塁に進んでいます。キャッチャーここは投げてきません。ランナーが3塁に進んでいます。ファースト左へのライナー、いやいいっすね。追う展開で迎える3回、得点が稼ぎやすいっすね。ワンアウトランナー1塁という場面で岩橋、キャッチャーここは投げません。ランナーが1つ先の塁に進んでいます。キャッチャーここは投げてきません。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。ライト前クリーンヒット、高校チーム同点4対4。高校チーム追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で岩橋、うん、今日フィーバーして盗塁ボタンを押して第2球タメイスタート、ランナーを返すお仕事ですね。キャッチャーここは投げません。高校チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。クリーンヒット、高校チーム1点返しました。打ったバッターは2塁へ向かった、うん、ちょっとそれ以上でもそれ以下でも、高校チームリードで迎える7回です。走力とか全く関係ないですね。ここまで来るキャッチャーここは投げてきません。ランナーが2塁に進んでいます。キャッチャーここは投げません。ランナーが3塁に進んでいます。いや追い込まれて、次が4球目ヒット、高校チームさらに1点追加11対、はい勝てました。うん、頑張ればレイケアパッといけそうかなという感じですね。ホーリーフィーバーの強い、はい、うん、まあイベントはこんなところでしょう。もうちょっと走ってもいいですけど、紹介としてはこれでいいですね。で、新しいガチャも来ていますと、補助券、ほい、ん ?50 枚 ?50 枚だな。補助券50枚ってすごいっすね。お一人様3回限り。小ガチャも1回引くと、10枚。へぇ。これなんか集めておいた方がいいんだろうか。っていうぐらいですね。でイベキャラは普通のイベキャラが来るのかな。うん、ガチャとして美味しいかどうかは正直わかんないですが、補助券がもらえる、補助券がパワーストーン1個で10枚もらえるというのをまあどう捉えるかですね。うん、まあいいかな。はい、イベントに関してはそんな感じでしたと。皆さん今どのあたりの順位を走られているんでしょうか。あとは報酬を簡単に確認しておきましょう。報酬、累計はパッといけそう。うん、で SR のひじりちゃんも累計でもらえるので、もう本当にここでいいやという方はここでいいかなというところですね。でランキングに関しては狙い目今回のとしたらやっぱここかな。500位、無条件で3枚 PSR 入るので、これはかなり大きいと思います。501位から1000位でもひじりちゃんが5枚。なので、SR5 が簡単に作れる感じですね。うん。これかなりお得なんじゃないかな。うん。全然、走ってもいいイベントかな。あとはひじりちゃんがどんなもんかというところですかね。まだまだ使ったこともないので、フレンドさんの方、もう取得されてる方おりましたら、僕に、ひじりさん使わせてください、お願いいたします。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。まとめサイトも始めましたので、遊びに来ていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。